皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。チルノだよ。しかし最近あっちいな。チルノちゃんがいるからいいようなものの、いなけりゃてめえは借金取りに追われて夜逃げ間違いなしだな。ちょっとそれとこれとは話が違うわよ。それを言うなら熱中症でしょ。外は35度とか言ってるし。まあこのぐらいあたいは全然力入れてないけど、全開にしようか。やめてくれよ、真夏に投資とか。バカは加減知らないから。何か言った？チルノちゃんは最強って言ったのよ。さて水曜日はチルノちゃんでもわかるシリーズ、世界四大文明だぜ。えらく簡単なトピックだわね。こういうとこからやっていかんと、シュメール人だのケムール人だの言われても見当つかねえだろ。ケムール人はちょっと違うと思うけど。ところで人間と動物の違いってわかるか？あたいをバカにしないでよ。見た目が全然違うわよ。いくらあたいでも野良猫と霊夢を間違ったりしないわよ。いやいや、そういうことじゃなくて、人は2本足で立って道具を使うことができるんだよ。600万年ほど前に猿から進化したエンジンが現れて。え？自動車の中に入ってるあれってお猿さんだったの？そのエンジンとは違うわよ。北京原人やジャワ原人などの原人が現れ、道具に加え火や言葉なども使用できるようになっていき、これが200万年前。何言うて万年。うるせえ。それが旧人となって、25万年前に新人になった。えらく昔の新人さんだね。もうおじいちゃんだよ。新人っていうのは現代人と同じ体の作りの人類のことよ。道具を使うようになった人類は、最初は石を打って作った粗末な道具を使っていた。この最初の石を使った道具のことを惰性石器というのよ。惰性石器。惰性じゃなくて惰性。惰性石器を使った時代は300万年ほど続いて、この時代のことを旧石器時代といって、人類は主に洞窟に住んで狩りをして暮らしていたのさ。旧石器ということは新石器もあるの？いい質問だな。今から1万年ぐらい前になると、これまでの石を打っただけの道具から石を研いで、鋭く尖らせた道具を使い、土器も使ったり、簡単な家を作って農耕や牧畜をやって生活するようになってくる。研いだ僕の道具のことを魔性石器、そして旧石器時代に対して新石器時代というのよ。ところで、チルノちゃん、新石器時代と旧石器時代で一番の違いは農耕なんだけど。農耕？いやいや、チルノちゃん、人類は狩りで生活することをやめて畑を耕して食料を作るようになっていったんだよ。どうして？その方が食料が安定して餓死するリスクが減るだろ。いや、レイムは狩猟で生活してるの、たまに餓死しそうになってるし。余計なことは言わないの。農耕をするようになった人々は大きな川の近くの大きな町に集まって住むようになった。どうして川のほとりに？農業をやるには水がたくさんいるだろ。だから川のほとりに集まって住むようになったのだぜ。川は時々氾濫して、氾濫した川の後の土地からは農作物が豊富に取れた。よく土が肥えているからね。暦に詳しい人は神官となり、土木技術に詳しい人は技術者になり、腕っぷしの強い人は外敵からみんなを守る軍人となり、国のような形ができていったのさ。小さな国のような集団は、力の強い集団が力の弱い集団を征服してより大きくなり、支配する者が貴族や王になり、支配される者が農民や奴隷となっていったわけなのね。相手を倒すため鉄の武器や青銅の武器なども生まれていったのだぜ。そして大きな川のほとりに4つの古代文明が生まれたわけよ。ナイル川のほとりには、紀元前3000年頃にエジプト文明が生まれ、太陽暦が使われ、象形文字が使われるようになったぜ。太陽暦って何？太陽の動きを元にした暦のことよ。暦を使って1年のうちの収穫の時期やナイル川の氾濫の時期を掴んだのね。あたい知ってるよ、エジプトはナイルの金太太陽賜物でしょ。王の墓として巨大なピラミッドが今でも存在しているぜ。エジプトの近く、チグリスユーフラテス川のほとりには、メソポタミア文明が起こり、くさび型文字やアルファベット、
ここでも暦は使われていたけど、ここは月の満ち欠けで季節を判断する太陰暦が使われていたの。鉄の道具などもここで生まれていったぜ。エジプトとメソポタミア文明が生まれた地域のことをオリエントというのさ。アジアにも文明は生まれていたのよね。紀元前2500年頃、インドのインダス川のほとりにはインダス文明が生まれた。モヘンジョダロやハラッパーの遺跡が残っているけれど。ハラッパの遺跡。ここは外から侵入してきたアーリア人2征服されて、厳しい身分制度カースト制度が敷かれて今も残ってるぜ。中華では紀元前1500年黄河のほとりに殷という王朝ができて、その遺跡では青銅の道具や甲骨文字などが出土しているのぜ。殷は中国の歴史上初めて登場する王朝なのさ。この王朝は紀元前1100年頃周という王朝に滅ぼされた。この四つを世界四大文明っていうらしいけど、どうもその言い方日本と中華でしか言わんらしい。時間押してるよ。今日はここまで。ご視聴ありがとうございます。